トゲトゲ頭。ここはハッピーアイランドのファーム学園。農林水産物の妖精たちが出荷を目指して日々勉強しています。みんなとっても個性的な生徒ばかり。さて今日は何が起こるでしょう。おや、教室で悩ましげなため息をついているキュウリのグリーンパワーちゃんがいますね。どうしたのでしょう。先生、グリーンパワーじゃなくてパワーグリーンです。へい、どうしちゃったのグリーンパワーちゃん。グリーンパワーじゃなくてパワーグリーン。まあいいか。あのさ、あっし悩みがあんだよね。何、突然だね。みんなの心のレスキュー隊、暁様にどれかもメイビーオープンマインドで告っちゃってちょうだいよ。暁ちゃん、いきなりこの回から攻めキャラに変わった。いや、遠慮するよ。あ、そう、そうですか。ミーごときはお呼びじゃないってことですね。はいはい、さすがに食べた時パリッと音がする人は違いますな。性格もパリッとしてらっしゃる。ミーの心はユーの頭の鋭いトゲのような心ない言葉に傷ついてすっかりブロークンハートっすよ。お前何言ってくんわかんねえけど、あっしの悩みよくわかったな。え、鋭いトゲのような頭がみんなの心を傷つけちまうんだ。でもさ、そんなツンツンヘア他に誰もいないんだし、パンクっぽくって超クールじゃん。あっしもさ、そう思ってたんだけど、幼稚園の子供たちが遠足で野菜狩りにやってきた時さ、いざもごうとするとチクチクするから嫌だって言われちゃったんだよ。どうしたら好かれっかな。なんだよ、チルドレン分かってねえな。チクチクするはフレッシュなベジタブルのエビデンスだよ。食べた時にパリッと気持ちがいいのはお前か粗挽きソーセージぐらいなもんさ。だからもっと自信持ってよ。オッケー、ナイスナンサーよろしく委員長。天の粒、暁ちゃん振った。相談に乗るふりして天の粒ちゃんに振ったよ。まあ任せておけ、グリーンパワーよ。私についてくるがいいように。だからパワーグリーン。川又シャモと会津地鶏を手伝っておくれ。はい、行きます。じゃあミーは待ってるからね。木が熟するまで待ってるよ。桃だけにね。もうもうもう、おかえりカムバック。でどうなっちゃったの。入るがよい。よろしく。わーっ、尖りすぎだろ。トゥーマッチだろ。エンジとかチクチクが痛いとかのレベルじゃノーサンキューだろ。川端シャモと会津地鶏のくちばし彫刻は見事であろう。天の粒ちゃん、ハム先生呼んでますよ。あ、農園会議の時間か。アイコちゃん、ちょっとなんかセイサムシングプリーズだよ。これはまさに超絶キュウリアート。いいなぁ、私なんかラグビーヘッドって言われてるからな。かっこいい、これ私もやってほしい。あかつきちゃんいいセンスしてんじゃん。ねえ、いいだろ、ファーム学園ナンバーワンのそのクールフィーリングで私のヘアもカットしちゃってよ。ナンバーワンと言われちゃノーキャンセル、そうゴー、任せとけ。あかつきちゃん、態度180度変えてきた。よし、君にもスプリングハズカン。ファーム学園の匠、川又シャモちゃんと会津地鶏ちゃんがついてりゃノープロブレムさ。やるぜチキンズ、いけー。はっきり。なに、いい音したけど。やべ。福島県のキュウリは夏から秋にかけて収穫量が日本一です。緑色が濃く表面のトゲが痛いくらい尖っているのが鮮度の証です。サラダ、浅漬け、酢の物、冷やし中華はもとより味噌をつけて丸かじりもおすすめです。ほとんどが水分なので暑い夏の水分補給に、ビールのおつまみにもグッドです。